クロコブタテイクロコブタテイは、ベルリンのウンターデンリンデンとノイエビルヘルムクロッサ、通りの角にあった居酒屋。古くは、ハインリヒハイネ、ロベルト・シューマン、ETA ・ホフマンらが訪れたと言われるが、1890年代には、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリ、エドバルド・ムンクラ北欧の芸術家や、ポーランド出身のスタニスワ・フプシビシェフスキが集った、ことで知られる。 当時の店主はグスターベ・トゥアカで、グスターベ・ターックス・ワイン・ハンドラン・ウント・プロビトゥーブという店名であったが、ストリンドベリが入り口にかけてあるワインの酒袋が黒い小豚に似ていると言って、黒小豚亭と名付けた。店主もこれを喜んで受け入れた。ストリンドベリがベルリンを訪れたのは、1892年で、スウェーデンの作家オーラハンソンとその妻で批評家のローラー。 マムの招きによるものであった。当初はこの夫婦の家に滞在していたが、やがて、ベルリン中心部に移り、グスターベトゥアカの店の近くに住むようになった。はじめ、ストリンドベリの周りに集まったのは、フィンランドのサッカードルフ・ポール、ドイツのサッカー・リヒャルドデーメル、イシュカール・ルート・ビヒ・シュリック、ポーランドのジャーナリスト・スタニスワフ・プシビシェフ・スキラであり、いずれも、 以前オーラハンソンの家に集まっていたメンバーであった。その後、北欧からベルリンを訪れた者が加わるようになり、エドバルド・ムンクは、1892年10月に、展覧会開催のためベルリンを訪れてから、よく参加するようになった。同年11月には、ノルウェーの作家ガンナー・ハイバーグが加わった。その他、クリスチャン・クローグとその妻・オーダ・クローグ、作家・アクセル・モーラー、詩人、 ガブリエル・フィンなどが参加した。ムンクとデンマークの詩人、ホルガー・ダ・ロックマンが喧嘩をしたことで、ストリンドベリは一時、グループを去った。彼は、オーストリアのジャーナリストフリーダ・ウルと婚約した後、黒子豚邸に戻ってきた。同じ頃、ムンクは、ノルウェーの音楽学生ダグニー・ユールをこのサークルに、紹介したが、彼女は、サークルの数々の男性と関係を持ち、 その中には婚約したばかりのストリンドベリも含まれていた。最終的にダグニーは1893年8月18日にプシビシェフスキと結婚した。ダグニーはその後プシビシェフスキと別れ1901年トビリ市で愛人に殺された。ムンクもまた彼女を愛していたが彼女を作品嫉妬のモデルとしていると考えられている。 アドルフ・ポールは1914年、黒ブ豚邸のサークルのことを、ストリンドベリー、エリン・エルンゲウント・ブリーファという本に書き、ストリンドベリーも遺作となった小説、クラーストロートで書いている。ありがとうございます。